家族のためって言ったら、恩着せがましいじゃん。けど、どっかに頭の四隅に、いつも家族は今何やってるのかなってのはないと。自分の好きなことばっかりやってて、あ、ちょっと待ってよ、俺好きなことやってて楽しいけど、あなたたちにちょっと愛想の人とも言いに行こうかなとか、そういうのが大事。朝起きたら、まずは仕事に行っちゃうんだから、家のことできないでしょ。だから、今日一日何か家のことをしたっていうのがないと、僕は私は寝つけない。家族のために何かしたっていうのが一日何かないと。だから必ず朝はテーブルを片付け、何が何でも片付け、どんなに忙しくても片付けっていうのは決めてますよ。そうすると外でふざけててもあいつテーブル朝片付けてるからなっていうのがちょっと保険としてあるじゃん。